はい、皆さん、今日もおはようございます。You r 関西バディのヒデです。皆さん、今日もお元気でしょうか今日はですね、月曜日ということで、皆さん、週末はいかがお過ごしだったでしょうか今、収録しているのが4月15日ということで、今週末が多分桜を見れるラストチャンスだったと思うんですけれども、皆さん、桜は見ることできましたかね 本当に1週間ぐらいで終わってしまうのであっという間に終わっちゃいますよね桜のシーズンってうん僕はまあ花見はできなかったんですけどいろんな観光地奈良に行ったりとかですねそういったところで桜を見れたのですごく楽しむことができました次は僕が好きなシーズン秋も待っていてもみじがとても好きなので秋まで楽しみに待っていきたいなと思いますはい そしてですね、僕今週末はですね、久しぶりにサラリーマン時代の人たちと、本当に約1年ぶりかな、に一緒にお酒を飲んできました。2日連続で。<laughs> 土日と昼から飲んでましたね。土曜日は昼からもう本当に夜まで。で、日曜日は昼から、まあ夕方ぐらいかな。うん、で、2日連続飲んできてて、 ちょっと声が枯れてるような気がしますね。<laughs> はい。と、本当に、年に1回は必ず会うんですけれども、うん、とてもいい時間を過ごすことができましたね。で、僕、本当に当たり前のように、なんというか、呼んでもらっているんですけれども、この、呼んでもらっていること、とっても嬉しいんですよね。 会社を辞めたのに、辞めてから4年ぐらい経ちます。4年ぐらいずっとずっと誘ってくれていて、今はその、えー、僕の師匠のような存在の先輩がタイに行ってらっしゃるので、1年に1回しか会えないんですけれども、辞めた当初はもう年に2、3回会ってくれる。本当に嬉しい。はい。もうこの感謝。 このンっていうのは必ず返していきたいということを誓って頑張っていきたいと思います。はい。<laughs> と、久しぶりの再会をしたわけですが、その中で今日は気づいたことがありました。で、それが今日のタイトルにつながっています。今日のタイトルは、一つ一つ全部自分っていうお話ししていきたいなって思います。 久しぶりの再会で気づいたこと。それは、先輩と話すときはいつまで経っても当時の僕のままだなっていうこと。はい。会社を辞めてから約4年経ちました。その中でいろんな人に会ってきたし、いろんな経験をしてきたし、いろいろと勉強もしてきて、 で、それを実践してきました。でも、先輩と会うと、なぜか途端に当時の自分に戻ってしまうっていうような感じなんですよね。うん、意識しているわけじゃなくてあ、こういうふうに振る舞わないとって思って、そういう自分を作っているわけじゃないんだけれども、なぜかそういう自分になってしまう。 他の人と話しているとき、例えば自分の後輩、自分の友達、家族、今の、えー、バイト先の人たちと話すとき、そういった自分っていうのが全く出ないというか、引っ込んでしまって、当時の自分が出てくるんですよね、うん。これは本当に何なんだろうって思って。で、 ま、不思議に感じつつも、少しちょっと、ああ、なんかまだまだだなって思っちゃったんですよね。一貫性がないなって。まだまだ弱いなって、ちょっと思ってしまったんですけれども、その時に思い出したことがあって、それが、仏教の教えです。僕は本で、 日本の文化を勉強したり、日本の哲学を勉強したりするんですけれども、YouTube でも、特に仏教、YouTube は仏教について、仏教の考え方について勉強することが多いんです。はい。で、その中で聞いた言葉、それが、いろんな自分、それはすべて自分自身だよっていうこと。 いろんな自分がいて、どれが本当の自分なんだろうって迷ってしまうかもしれない。けれども、それは選ぶ必要がなくて、どれかを選ぶ必要はなくて、すべて一つ一つの自分が大切でかけがえのない自分だということを言っていました。この YouTube、 ですね、お坊さん実際に、えー、お寺で従事してらっしゃるお坊さんが視聴者の悩みを仏教の言葉に結びつけてお話をしている話なんですけれどもこの言葉っていうのはお坊さんが言われていて当時僕がそれを聞いた時ああ本当にその通りだなって思って、うん、僕はですね結構人によって 自然と話し方が変わっちゃうんですよね。はい。何ですかね。その別に意識してないんですけれども、その人に合った話し方みたいなをしてしまうところがあるんです。で、その時に、あーって、なんか自分の芯がなくて嫌だなって思っていました。で、それはこの日本の文化を勉強する前の話ですね。で、 この言葉を聞いたときに、ああ、確かにそうだなと。うん、別に別に繕っているわけじゃなくて、すべて一つ一つが自分自身で、それは何も悪いことじゃない。一貫性を持つっていうこと、これを確かにできる人もいるんですよ。はい。もう、一切ブレずに、 その一つのつ自分だけでいくって人こういう人もた確かに中にはいたりとか、えー、あとはまあフィクションですよねドラマとかアニメとか映画とかそういったところで出てくる主人公とか、まあ、キャラクターっていうのはやっぱり一貫性があるブレている人っていうのはなかなかいないですよねだからそういった人たち に憧れを持ってそういった人たちが正しいんだと思って自分とその人たちを比べてああ何してるんだろうまだまだブレブレだなって思ってしまうそういったことがあると思うんです皆さんにもで僕はそうだったんですよねああなんか一貫性があってかっこいいなーっていいなーってそう思っていてたんですけれども 全部自分自身だよっていうことすべての自分を愛してあげることこれが大事だということに、えー、気づきました教えられましたただその中でもやっぱり注意しないといけないことはあると思うんですよねただただ揺さぶられるように周りに揺さぶられながら自分を変化させていくカメレオンみたいな感じで色を変えていく それだけだとやっぱり自分自身しんどくなると思うんですよね。なので大事なことは表面上は変わってもいいんです。色を変えるっていうのは問題ないんですけれども奥に奥深いところに芯っていうのをしっかり持たないといけないって思うんですよね。 その芯が守れてさえいれば表面は変わっても何も問題ない。僕の場合は表面はどう変わってもいい話し方とか接し方相手との会話の進め方とかそういったところは変えていいんですけれども僕の芯、それは 目の前の人と楽しく笑い合うっていうこと。これをしたいなって思うんですよ。で、これは実際に自分の心って何なんだろうって考えた時に気づけたことで、僕が色を変えて人によって話し方を変えたりするその理由って何なんだろうって深く考えてみた時に出てきた答えがこれなんですよね。 誰とでも、どんな人とでも楽しく笑い合うには、やっぱりその人に会った、その人が楽しい、この人と話したいって思えるような接し方をしないと、一色でその人を、みんな会う人、一人一人を楽しませる、で一緒に楽しむってことは、これは難しいですよね。 赤色が好きな人に対して緑色で言ってもこれは楽しむことできないですよね。はい。だから僕はその真っていうところ目の前の人と楽しく笑い合うこれをしっかりと自分の中で認識をしてそして表面を変えていくっていうことこれさえできていれば 一貫性っていうところ、それは確かに表面上は映っていないかもしれないけれども、自分の中で強く持てるということなので、この目の前の人と楽しく笑い合う、これを軸に、すべての自分を愛していけたらなというふうに思いました。はい。と、これを聞いてくれている人たちの中にも、 まあやっぱり同じような悩み抱えてる人多いと思うんですよね。特に日本人に多い傾向だと思うんです。日本の文化の一つに本音と建前っていうのがあって本音は自分の本心、建前は相手を立てる、相手が一緒にいて気持ちよく思ってもらえるように振る舞う本音と建前ですよね。こういった文化があるので、 特に日本人の人はこういう悩み抱えてる人多いと思います僕のお友達アメリカ人の人が多いんですけれどもアメリカ人の人たちはあまりこういった傾向ないような気もするんですよね自分を持っているはいまあこれは友達がそうなるだけかもしれないですねはいなのでもしこういった 僕と同じような悩みなんか自分がどれかわからない一体どれが自分なんだいろんな人と話す時毎回変えてしまう自分自分を変えてしまうのがとても嫌だと一貫性を持ちたいあのアニメの主人公のようにあのドラマの主人公のように一色でい生きたいっていう人も中にはいると思うんですけれども あなたはあなた。自分は自分。別に他の人を目指す必要っていうのはないと思うんです。自分がいいと思うからそういった振る舞いをしているわけで、その自分自身を愛してあげること。これがでとても大事なことだというふうに思います。なので、一つ一つの自分、それを認めてあげて、自信を持って、 自分を表現すること。これは大切なんじゃないかなと思います。でその中で、やっぱり心は自分の中で認識しておく。これさえできていれば、他の人に、先望の目を向ける必要もなく、自分自身を愛せることができると思いますので、皆さんも僕と一緒にそういう考えを持ってやっていってくれれば嬉しいです。 はい。というわけで今日は一つ一つ全部自分っていう話をさせていただきました。久しぶりに会社の人たちと再会をして、自分がか、自分のことを変えてしまっているということに気づいて、えー、ちょっと落ち込みそうになったんですけれども、その中で仏教の言葉を思い出しました。いろんな自分、それは全て自分自身で、 全て一つ一つを愛していきましょうっていう言葉。どれを選ぶ必要もない全部自分ですよっていうことですよね。はい。なので、表面上はいろんな自分が出てくるかもしれない。でも、それは一つの深くに根付いた芯から出てきているものだということです。だから自分自身がその芯っていうのを認識していて、 表面の色を変える。これは何も問題がない。自信を持って自分を表現することができるし、そうするべきだと思います。だから僕はこれからも目の前の人と楽しく笑い合いたい。この心を持っていろんな自分っていうのを映していきたいなというふうに思います。はい。というふうに、このポッドキャストでは 僕の日頃の感情の動き、えー、悲しみ、悩み、楽しみ、ワクワクとか、いろんな感情を皆さんと共有して、同じような悩みを抱えている人たち、同じような感情を抱えている人たちと、どういうふうに一緒に日本の文化、日本の美徳と結びつけて乗り越えていくか、ということを話しています。なので、同じような考え方を持っている人たち、 あと、日本の考え方、日本の哲学美、美徳ですね。そういったことに興味がある人は、えー、ぜひ、これからも聞いてくれたら嬉しいです。そして、この u ア関西バリーでは、もう一つやっていることがあります、えー。関西の日本文化が満喫できる旅行プランっていうのを、僕が実際に旅行してきて、その場所っていうのを紹介しています。旅行プランを紹介しています。 日本の文化が好き、そして関西に住まれている方にとてもおすすめな、えー、動画の内容となっています。本当に慎重に旅行地に思う、本当に慎重にこのプランっていうのを計画して実際に行って、でそこで改めて、えー、改善するっていうふうに時間をかけて丁寧に動画を作っています。そして配信しています。なので、 関西に住んでいて、日本に文化に興味がある人、ぜひ見てくれたら嬉しいです。もう少しで奈良のモデルプランが上がりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。というわけですみません。今日は17分になってしまっていますね。はい。もうちょっとなんかどんどん長くなっているので、最初は10分弱だったのに、もう今17分、倍ぐらいになってしまっていて、ちょっと聞いている方も しんどくなると思うので、もうちょっとコンパクトにまとめていきたいなと思います。はい。というわけで今日も長いこと聞いてくれてありがとうございます。今日も皆さん、いい一日をお過ごしください。ではまた。